皆さん、こんにちは。非常識な業種集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、大きな社会の変革の時に教室の先生が実行したい一番大切なことということについてお話をしたいと思います。現状は2020年の5月ということで、コロナ禍の、まだ、緊急自粛要請が続いている状態の時に、こちらの動画を撮ってるわけなんですけれども、これからおそらくこの3月4月、全世界的なコロナの状況があり、そして世界が大きく再編されるような形になっている。要はスクラップ&ビルドっていうような形になるぐらい大きな衝撃と激震が走ってます。ただ、全てが悪い方向に向かっているかっていうと、確かに業種業態においては壊滅的な内容とかもあるような、旅行業、航空業界ですね、あとは飲食業の業界は相当のダメージを今受けてます。で、そこに波及する、業態ももちろんダメージを受けています。で、教室業においては、対面レッスンができなくなったっていうことに関しては、確かにダメージを受けてる先生も多いかと思うんですけれども、ただ教室業の場合には、では、じゃあオンラインをやりましょうっていうことで、そちらにシフトしたりとかですね、方法を変えて、本質的に人が、要は生徒さんがですね、望むことを提供するっていうことがまだできる業界であるっていうのは、まだその他の壊滅的な業界から比べたらラッキーの方だなというふうに思いますね。ラッキーっていうと、言葉があまり良くないのかもしれないんですが、痛手が少ない業種業態だと思います。もちろん人によっては、大変な痛手を受けてる方もいるのももちろん知ってます。だけれども、まだ挽回のしようがあるっていうところが、まだ他の大きな、形で、会社の大きな形で動いていかなきゃいけないということから考えると、教室の先生は大概お一人でやられてるケースが多いので、一回鬼を舵を振り切ることができるので、そういった点ではまだいいかなっていうふうに思うんですね。ですから、これから起こっていく、2020年の後半に向けてですね、大きな変革を迎えた時に、社会背景も含めて、どういうふうに世の中が変わっていくのかっていう、予測値と、あとは先生にはこういう目を持っててほしいなということで、実行したい一番大切なことっていうことで、今この時期のタイムリーなお話として今日はお伝えしていきたいと思います。ただこのタイムリーなお話ではあるんですけれども、普遍的な内容も含んでいますので、そんな形で聞いていただければというふうに思っております。はい、まずですね、本題に入る前に、現状の社会背景と、世の中はきっとこうなっていくよねっていう、全体像を先にちょっとお伝えしたいなというふうに思います。いろいろですね、今まで不況っていうのはあるんですけれども、不況になると通常ですね、本当に衣食住の、必要最低限のところ以外は趣味嗜好の領域になるので、人はお金を払わなくなるっていうのが、通常です。はい。で、特に緊急事態宣言を受けて自宅にずっと待機しなきゃいけないということで、外にも出ることができないわけなので、外向きに活動するような、ものっていうのはお金を支払いようがないっていう状態にはなっています。ただし、それで全て教室業がダメになるのかっていうと、家にこもるっていうことはですね、人間の根源的欲求として、成長したいとか、学びたいとか、そういう気持ちっていうのは絶対的にあるものなんですよね。ですから、全ての人が全部、お金が全く払えない状態じゃない状態であれば、一部の人にとっては今まで忙しすぎて、全然、そういう
学びの時間を取ってくることができなかった方にとっては、この時期だからとオンラインを使いながら新しい学びを得ている人も多数いるのも知っています。ですから悪い面ばかりに目を向けてしまうと、全くアイディアもいいことも思い浮かばないので、まず不況時に伸びるビジネスっていうのも当然あるわけで、で特に今回の外に出れないっていうことにフォーカスした場合に、伸びるビジネスっていうのが当然あるわけですよね。でまず一つ目がですね、今のお話をしたように、家にいる時間が長くなると、暇なわけですよね。で大概遊びなのか勉強なのかっていうのは大概やるケースが多いです。その学びっていう欲求に対して何を選択するかっていうところによると、で学びの方を選択した場合には、資格取得であったりとか新しいスキルを身につけるとか、場合によっては副業ですね、それで手に職をみたいな形で、自宅教室業の先生になりたい人はさらに増える可能性があるなと思っているんです、私は。それはきっと、会社員だった人もリモートワークとかになってるわけですよね。で自宅で仕事するんだったら、会社じゃなくてもいいんじゃないって思ってる方も結構いらっしゃる予定なんですよ。そうすると会社を辞めても食べていけるだけの何か仕事をっていうことで、女性がおそらく考える手っ取り早いところが、ネットビジネス、通販系か、あとは教室系ですね。今はオンラインでしか多分教えられないんですけれども、そのネットを使った自宅でできる、会社のように縛られない、職業もありなんじゃないかっていう、この時期に考えることはあり得ると思います。満員電車もう乗らなくていいしとか。会社にリストラをされるケースもあるかもしれません。家賃が高いところのオフィスの会社の場合には、これを機に人員整理をする可能性があります。その家賃を払う必要がなくてもリモートワークで案外会社って成り立つんじゃないかっていうことを、多分経営者も気づいてしまうはずなんですよね。先日特集でやってた、リモートワークをもう全社員に導入した、4年前に導入した社長さんいるんですけど、であと東京だけに拠点を置くとすごいリスクなんですよ。地震とか災害とかで都市壊滅になった時に、他に第2第3の拠点を、例えば大阪なのか、大都市じゃなくてもいいんですけど、田舎でもいいんですが、頭脳をそこに分散させて持っておくっていうのはリスクヘッジとしてとても大切なことで。大きい会社であれば、私がもしそうだったら多分それをやってると思います。拠点を分散させて、一箇所、例えば壊滅的な状況になっても、同等の実力があるようなメンバーが揃っている別部署を動かして、会社を存続させる、回すっていう方向をやるように多分選ぶと思うんですけれども、その際には何も大きな、何て言うのかな、ビルとか、都心に今度社屋を構える必要がおそらくなくなってくるんですよね。そうすると、田舎暮らしとかですね、人々も都会じゃなくてもいいんじゃないっていう、原点回帰っていうんでしょうかね。その都市を離れるケースとかもある。とにかくこの2020年を機に、大きく大きく働き方も、あと住む場所ももしかしたら変わるかもしれない。それでももちろん都心は便利なので、もちろんそこに残るっていう方もいらっしゃるんでしょうけど、これを機にもともと自分のふるさとだったところに戻って、リモートワークできるじゃないかって言ったら、空気がいいところで、通勤の苦しさもなく、美味しいご飯も食べてっていう、そういう生活を望んでいる人っていうのは、多分今回気づいてしまう可能性があるんですよね。そうすると、もちろん学びのための、時間を得るっていうこともあるにしても、副業っていう部分で、自宅教室を選ぶ人も結構増えるんじゃないかと思ってるんですよ。そうなると、今後の未来においては、地元で今まで一人勝ちっていう方変ですけど、そこにしかなかったから教室が来てたような教室運営をされてる先生のところには、周りにポコポコっと教室ができてくる可能性もあります。そうすると、そこから選ばれるか選ばれないか。しかも若い人とかはネットとか使うのすごく上手なので、宣伝告知とかを上手にやられてしまうとですね、地元だけで、知り合いだけでやってた先生ももしかしたらちょっと
危機になってしまうかもしれません。それと、あとはオンライン上です。今オフラインの話ですけど、オンライン上は今度オンライン上でまた、いろいろと動きが出てくると思います。今までは全国で比べられることがなかった、教室と教室が全国フラットになるので、ものすごくいい講座を持っていて、もともと全国から生徒さんが来てるようなタイプの講座を持ててる先生はさらに人気になる可能性が高いです、オンライン上で。で、今までは地元でなんとかってやれてた方がオンライン上に乗ってくると、とってもその先生の個性とかを生かしたいい内容であればもちろんいいんですけれども、全国レベルで比べられた時に、今まで来てた生徒さんが今度違うところに行ってしまう、移動が入ってくるケースがあるので、この時期に先生ご自身もブラッシュアップですね、より講座を良くする、あとお客様の気持ちに合った講座を作っていくっていう知識技能を身につけることが必要だし、あとは、それを発信するためのスキルですね。今回で言うと、特に動画です。動画を使うスキル。YouTube もそうだし、動画を作成するスキルと、あとは Zoom、オンライン講座をやるためのスキルですね。で、あとそれにつながって、月額会員とか会員制コミュニティを作る技能ですね。このあたりは、やっぱり、今後の新しく身につけるべきスキルとして必要になってくるものかなと思うんですね。で、先生業におかれましては、その長年の先生にとっては、新しく先生が生まれてくる先生を教えるっていう講座は、今よりももっと流行る可能性があります。副業でやってた人がもう会社辞めるって言ったら、ライバルをもしかしたら作ることになるかもしれません。教室を増やしてしまうことになる。で、そういった形で、こう、混沌とした過渡期が来て、そして、粛清される、いっぱい烏合の竹の子のように立って、残れる人は残れますけど、残れない方は多分残れない。それは会社員でリストラをされるっていうことももちろんそうだし、自宅教室業で、生徒さんから選ばれなくなる、これは間接的な多分リストラになると思うんですけれども、それがこのコロナによって暴かれるというか、会社で例えば、古い言葉ですけどね、窓際族とかっていうことで、会社の上から見た場合にですね、その貢献してないなっていう人は、これを機会に、じゃあお給料もったいないし、辞めさせとくかと上が判断してもおかしくはない。そうすると会社にすがるっていうことはもうできなくなるので、自分でどうにかするしかなくなってしまうんですよね。で、例えばそれが家計単位で見た時に、旦那さんが突然リストラされたらどうしますかっていう話なんですよね。奥さんが自分で稼ぐ力を持ってないと、家族で共倒れになってしまうので、そういう時の選択肢として考えられるのはやっぱ独立自営の仕事、副業としてのネットビジネス、これは旦那さんも一緒です。副業としての自宅教室業、この辺りが流行ってくるであろう。だから学びをするために、資格関係のビジネスと、あとはそのお金をね、稼げるための方法を教えるビジネスと、あとはそういったスキルを教えるビジネスは逆に流行る予定なんです。ただし、オンラインを扱えればっていうことになります。あとはですね、新しいものを買えなくなったりとか、買い控えする傾向が出てくるので、やはりリサイクル、リユース、あと新しいものを買わないわけですから、リフォーム、メンテナンス業、この辺りも多分人気になってくる、人気っていうか需要が増える予定ですね。私も今、クライアントさん、先生たちですけど、即金を作れる一つのスキルとして、メルカリのビジネスですね。これ単なるフリーマーケットとして捉えてなくて、ビジネスとして動かそうっていうことを、皆さんでね、今チャレンジしてたりとかしてるんですよ。教室業の先生が事業として考える上で、メルカリもチャレンジしようなんていうことを言うなんていう時代が来るはずが本来はないですよね。だけれども、そういうことも覚えようっていうのも来ちゃう。それは、流通として、インフラが整っているから、通販っていうのがものすごく今伸びてます。当たり前ですよね。家に人がいるから。暇だといろいろ見ちゃいますよね。ショップチャンネルとかももしかしたらすごい売れてるのかもしれませんけどね。ショップジャパンとか。あと YouTube とかも暇だと見ちゃったりしますよね。ただここもやっぱり、淘汰されちゃうので、
YouTube の広告収入とかで生きてた人は広告収入半減してる人もいます。芸能人とかもテレビに出てどうのこうのっていうことができなくなったので、 YouTube の方に場所を移してきて、すごい高いクオリティのいい動画がバンバン出来上がってます。なので動画の、ハードルがますます上がってるんですよね、私が7、8年前にやってた時よりも。だから世の中が変わってる時にその流れに乗るっていうのも、素直に流れに乗るっていうこと、しかもできればちょっと早く、遅れて乗るとすごく努力がいって大変なんですよ。早いうちは実例がないから大変なんですけれども、それでもちょっとの努力でポーンと上に上がることができるので、その過渡期には今伸びてる業界ビジネスは何なのっていうことを考える必要があります。だからそうすると、普通は一般人にね、教えてるような講座ばっかり持ってる先生も、そういった副業から転業してきて、新しく変わっていあ先生になりたい人を育てるっていう講座を持つっていうことだってあり得るかもしれません。あとはですね、コロナの部分でいろんな言葉が生まれてます。リモートワークっていう言葉ももちろんそうだし、コロナ太りとかね、中にいなきゃいけないから太っちゃうってことでコロナ太りで、それが長期化今してきてるんで、今度コロナうつっていう言葉が出てきてます。で、うつっていうのは心の問題なので、非常に複雑な要因をはらんでます。子供も親もそうなんですけれどもね。そうすると、子供も親も疲弊してくると、今度何が必要になってくるかっていうと、心のメンテナンスの職業ですね。カウンセラーとか、あとスピリチャリスト、スピリチュアルの人とか、あとは逆にこう楽しさに逃げるみたいなところで言うと、ゲームもそうですけれども、エンタメ業界ですね、そのあたりもやっぱ伸びてくる。余談ですけれども、ズームで飲み会をするっていう中で、ただ会ってるだけだと、代わり映えがしなくて面白くないからって言って、コスプレ飲み会とかが最近出てきてるっていうのをテレビでやってましたけどね。そうすると、仮装とかそういうのハロウィンじゃない時でも需要が伸びるかもしれないんですよね。だから波及で何がどういうふうに伸びてってるのかっていうのの流れに乗っていく。じゃあ自分のビジネス、教室業はっていう、その枠を一つ取っ払うっていうことも、まあ、結構ポイントっていうか大事になるかなっていうふうに思ってるんですね。だから決して伸びない業界じゃないっていうことなんです。それに合わせてご自身のビジネスの形を変えるっていうことを潔くできるかできないか。だから対面を全くやめてオンラインにしろって言ってるんじゃないんですよ。並走させればいいっていうふうに言ってるんです。だから、並走させるっていうことは、コロナが明けたとしてもオンラインを持ち続けるべきなんです。あ、明けたしもう対面でできるようになったから、私もう対面忙しいからいいわってやめちゃったらもったいないですよ。この流れはもう止められないので、携帯がガラケーからスマホに変わるのにものすごく時間はかかりましたけれども、ほぼほぼもうガラケーが今ない状態になっているっていう世の中に変わっちゃいましたね、ここ10年くらいの間に。だからそれぐらいのインパクトがオンライン講座っていうのはこれからどん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 伸びていって、まあ、そこもまた淘汰されていく予定なんですけど、そうやって時代って変わっていくので、今ものすごい大変革の時期で、でかつ、それは大きなチャンス。変革とチャンスって表裏一体なので、私はもうチャンスの方にしか見えないので、はい、そういうイメージで動いていたりします。で、さらにこの先ですね、まあどういうふうになっていくかっていう、ウィズコロナっていう言葉と、まあ、コロナとともに共生するっていう言葉と、あとは、アフターコロナっていう両方の言葉がね、今マスコミで報道されてますけれども、私のイメージではウィズコロナかなと思ってます。アフターコロナっていうほどパッキリ終わるイメージがないんですよね。多分なんかうっすらとこうそこに残りながら、強制しながら、まあ、スウェーデンみたいな暮らしになるのかもしれないですが、で、免疫力を持った人がまた増えてきて、そしてなんか静まるのかな、感染する人が少なくなって。だから封じ込めるっていう考えよりも、やっぱ強制の方が自然かな。要は自然界の流れに
沿うように、なんか地球の怒りなのかなって思ったりするようなところとかありましたね。今回、非常に皆さんが動かなくなったりとか、経済活動がなくなって、非常にもちろん経済的にはダメージあるんですけど、地球には優しくて CO2 の排出量がものすごく減ってとか、いろんな、いい面も出てきたりとかするので、それを私たちが気づかなくちゃいけないために、このウイルスが蔓延した可能性もあるというふうに思ったりもしないでもないですね。これは私の独断ですけれども、ウイルスがいいなんてこれっぽっちも思ってないです。ただ、今回はたまたま新型コロナウイルスっていうウイルスですけど、今後もどういうウイルスが流行るかなんて誰にも予想つかないし、落ち着いたと思ったら変異したりとかするかもしれないですよね。インフルエンザ A が B になったりとかいう、コロナ A が B になるみたいなことだって、可能性なんてこの先誰にも見えなくて、いつでも人類はそこで改変を繰り返しながら戦って生きてきたっていう歴史があるので、今回もだから落ち着いたとしてもまた違う状態のウイルスとまた共生しなくてはいけないっていうことがあり得るとすると、大きく、経済とか、教室業もやっぱ変わっていくと思うんですよね。で、ポイントがいろいろあるんですけども、社会がどう変わっていくかっていうことが、対面から非対面になる、だから接触しても大丈夫っていう状態から接触できない、社会に変わっていくわけですよね。接触できないというのは、だから2メーターのソーシャルディスタンスとかやっていくとかなると、ブティックとかそういうお店とかのあり方も多分変わっていく。例えば来店人数を1日10人に絞るとか、そうするとすごいプレミアムサービスになっていくんですよね、今度。実際に対面っていうサービスが。それは教室業もそうなんですけど、おそらくですけどね。で、バーチャルがもっと進むと思います。バーチャルリアリティ。だからこの間テレビでやってたのは、伊勢丹のバーチャルリアリティですね。お店入って、いらっしゃいませって言ってる案内係も本当にそこにいる現場の人の声を吹き込んで作っていて、洋服売り場に行って、洋服を自分の人型のアバターに着せて、さもそこでお買い物してるみたいな気分になるっていう。まだバーチャルリアリティがそこまで進んで、VR がそこまで進んでないんで、すごいリアルかっていうとちょっと微妙な、ゲームソフトの方がまだすごいっていう感じなんですけど、でもそういうこともやってますね。そこにあと 3D のメガネとかもしかけたとしたら、仮想空間と現実空間の境目がもしかしたら今後なくなっていくかもしれない。ただ、味覚の方はちょっと難しいかもしれないですけどね。見てる視覚の方に関しては、で、その試着させてもらった服をそこでポンって買うみたいな。で、リアルの店舗はもちろんリアルの店舗なんですけど、それはすごく価値があることになるっていうことですよね。で、新幹線とか、飛行機もそうですけど、あらゆる移動手段も、もう、この距離を離すっていうふうになった時点で、エコノミークラスっていうのはもう無理になりますよね。一つ二つ開けちゃうわけ、一人で二席とか使わないといけないので。だから全体的に運賃が上がる可能性があって、旅行って今世界中どこでも行けるっていうような、そこからするととても私的には残念なんですが、ものすごく航空運賃とか、もしかしたら新幹線とかも値段が上がるのかな、輸送コストが上がるから。だから人と会い、人が動く旅行をするっていうことが、もっともっとプレミアな価値があることに変わっていくのかなっていう感じですね。接触が非接触になり、対面がオンラインに変わるっていう、ここでですね。旅行の体験をオンラインでどこまでできるかっていうのは微妙なんですけど、大阪の、ユニバーサルスタジオですか？に行った時にやっぱね、ゴーグルとかしてわーっと落ちるような感覚、ハリー・ポッターのところで魔法のほうき乗ったりとかしてね、動きましたけれどもね、ああいう感覚とかになっていくのかもしれませんけど、あらゆるルールとかサービスのクオリティとか内容が変わってくるのかなっていう感じですね。で、あと今までは人が動くのが当たり前。私も対面は好きなんで、動きたいですよ。コロナが終わったっていうか、強制の時期に入ったとしても。でも、人が動くっていう形から、今度は物が動く、流通の方ですね。物販がだから売れてるんですけれども、
人が動くのをやめた場合、今度どういうサービスになるのかって言うと、まあ、宅配サービスとか、まあ、そういったものが増えてきますよね。だから、みかや屋さんの御用聞き的なものとか、お酒の宅配とか、八百屋さんが家に来るとか、なんかそういう物売りに来ると、こうね、目の前通って、前私子供の頃豆腐屋さんが豆腐売りに来てましたからね。ピポーって言ったら、豆腐のこうチャプチャプするやつを抱えて、目の前でお豆腐と厚揚げととかって頼むと、自分でこうボール持ってって、そこにジャブッと入れてくれるんですけど、今思うと大丈夫なのかって子供心に思ったのが、おじさん自転車を運転してる手で、特にそんなに軽くちょっとタオルで拭いただけで、水の中の豆腐に手突っ込んで私のこう器に入れてくれてたのは、あれは本当に大丈夫なのかっていう、今だと結構まずいでしょうっていう感じなんですけど、なんかそういうこう非接触なんだけど、まあ接触っていうのもあるような、まあ、宅配とか、まあ、流通網がね、発達してるので、まあ、そういうふうにおそらくなっていくかなってか、物が動くっていう感覚ですね。お野菜とか今ももう動き始めてますよね。その八百屋さんが見立てた今の旬な野菜の7種セットとかっていうのが家に届くとかね。そういうのはあると思います。あとは逆に、その物が動くっていうところで人が動かなくなると、まあ、太ったりとかしますからね。まあ、そういう家で運動ができるような環境を整えていくっていうふうになるので、セルフメンテナンスの、まあ、運動器具とかも売れていくのかもしれませんけどね。はい。なので物が動くっていうことが主におそらくなっていく。まあ、それでも私は動きたいですけどね。はい。人が動けなくなったとしてもですね。はい。なんで、それがおそらく変わってくるかなっていうのと、あと、まあ、密な状態がダメっていうことになっていくと、まあ、3密っていう言葉とかもありますけれども、こう集まるという集会とかも、こうゆったりした感じになりますよね。こことここの人と人の間が離れるとか、ホール全体を大きなホールを取らなきゃいけないとかね。まあ、私もだからセミナーとかも、この空間にこの人数みたいな絞った感じになると、やっぱりプレミアムはセミナーになってきますよね。で、今まで割と私は広い会場が好きで、パーティーとセミナーをやるときとかは、広い会場で天井が高いとこって、まあ、もともと取ってたんですけれども、まあ、多分それがもしや主流になっていくのかもしれませんね。そうすると、まあ、使う人との兼ね合いになりますけれども、あまりこう人に使われないよりは使われた方がいいということで、広い会場だった会場費がもう少し安くしてもらえるのかもしれませんし、人が使わないよりは使った方がいいっていうふうに思う会場があればですけれどもね。で、その中にこう皆さんを招待するっていう形になるので、まあ、1人当たりの床面積は増えるんじゃないかなっていうふうに 思ってるんですよね。だからそうすると、逆にこうゆとりがある、心のゆとりはなんか増えるのかなっていう気がしてるんですよね。スターバックスとかも運営はしてるんですけど、やっぱ1個開けてそこに人がいるっていうと、今まですごい密密してたとこでなんかやってましたけど、空間広くとって気持ちいいですよね。だからなんかこう逆に心のゆとりとか、本来人間が持っているべきのアクセクしたぎゅうぎゅうな状態じゃない心のゆとりとかは、もしかしたら持っていけるようになるのか。だから教室業も少しだから人数減らし目、ぎゅうぎゅうで多い人数で教えるっていうのが流行らなくなる可能性がありますよね。ということは、その少ない人数でビジネスを成り立たせなくてはいけないので、対面の方は少人数高単価化していって、オンラインの方は大人数低単価化するっていうのも、もしかしたらありえるのかもしれませんね。はい。なんで、基本長期戦になる。戦いっていう言葉もどうかなと思いますけどね。共生ですね。ウィズコロナだと思います。上手に付き合いながら、まあね、知らない間に免疫ができてるのが本当は一番いいんですけどね、実はかかって治ってるみたいな状態だったら、まあ、一番いいんですけれども、今は密な状態と人との接触を避けるぐらいしか、ワクチンができるまではどうしようもないので、でワクチンができたとしても、また新しい脅威が起こらなくもないから、どんな環境と状況になったとしても、
その人が生きていく上で、まあ、必要になるものとか欲しいものとか、その根源的な欲求に合わせてビジネスの形を変える、これは教室業であっても必要だよねというふうに思っています。だから決して悲観的になる必要はなくて、むしろ教室業は伸びる教室と伸びない教室が、ここは2020年を境にはっきり出てくると思います。伸びる教室は社会の変化に柔軟に対応できて、オンラインをちゃんと導入できる教室が多分伸びると思いますね。で、もう一点、言っておきたいのが、これが、一番大切なことって、今日一番伝えたいことなんですけど、本質を見極める目ですね。これをこういう時期だからこそ持ってほしい。いろいろな情報にすごい振り回されてる人多いなって感じるんですよ。例えばオンライン化するって言ったら、そのズームがいいのかとか、ニートがいいのかとか、インスタグラムライブがあるからとか、いろいろどれがいいですかとかっていうのを私に聞く方とかもいらっしゃるんですけど、それあくまでもツールなので、何をどう使おうとも、自分が軸を持ってこういう運営をするって決めないと、どのツールがいいかっていうのは全然アドバイスが実はできないんですよね。ということは、人がこう言ってるから、何がこう言ってるからっていうことではなく、本質的に今は自分が何をするべきで、自分のお客様にとってどういう状態を作っていくのがいいのか、それに合わせてツールを選んでいけばいいだけなので。本質を見極める目っていうのがこの時期とても必要になると思っているんですね。で、本質を見極める目っていうことで言うと、仮にこれでうまくコロナが収束したとしてもですよ、時代は変わっていく予定です。これを機に元の時代には戻らないです。ということは、もう対面ができるようになったからもういいやオンラインっていう人は多分道を誤ってると思います。両方をやっぱりちゃんとやっていく、この時期だからこそ、そこが本質を見極める目っていうことですね。将来的にそっちの方向に行くのは間違いないので、だから両方持っておくべきなんですよ、スキルとして。だから教室業をやりたいと思ったら、対面だけでやるっていうのはビジネスベースじゃなくて趣味ベース、近所の人が喜ぶからとか、それを慕ってくれる人が喜ぶからっていうことでやるのは全然問題ないですけど、ちゃんと生き残っていって事業として成り立たせたいっていうと、将来どういう状態に社会はなっていくのかに合わせて、今やるべきことと構築しなきゃいけないこと、コロナがあるなし関係なしに、どのみちオンラインはね、やんなきゃいけない時期だったんですよ。それがたまたま早くなっただけ。もうオンライン化と会員制は私はもう数年前から推奨しているんですが、聞いてくれた方と聞いてくださなかった方がこの3月にもう全然違う結果が出てしまったので、だから私今この動画を撮ってます。これからの先はオンライン化はどういう状態であっても、どの業種業態も全て進んでいきます。だから収束したからといって、ああよかった覚えなくて済むって言った人はどのみち違う時期に同じような目に遭います。だからその意味でも本質を知ってほしい。だからやるべきことは淡々とやるし、将来に備えて今学ぶべきお勉強スキル、この時間がある時しかできないですからね。教室業が始まっちゃうとそれが難しくなるので、その点を理解していただければなと思いまして、こちらの動画を撮りました。ご参考になさってください。それでは。